女、日本の青春、宮本百合子。歴史の可能はいつの時代にも青春のうちに見いだされてきた。日本の青春が明日に可能としている運命は、なんと大きく画期的であるだろう。この予想は、昨日までの日本の青春があのようにも無ごたらしく、戦争の輪だちにひしがれてきたことについて、今日の青春が 熱烈に抗議しているその事実の上にこそ展望される。激しい歴史の動きにさらされながら、世界の良心あるすべての人々は、戦争放火者たちの長領にこうして、新しい人類の理性の勝利と、美の確立のために奮闘している。私たちは、そのような世界と、日本の現実の隅々までを見ようとする。 新しく湧き出ようとしている人類的民族の文学のすがすがしい響きを我がものとしようとする1950年12月1951年1月